フォーマ D901i は三菱電機によって開発された NTT ドコモの第三世代携帯電話端末製品である。901i シリーズとして SH901IC、K901IC SH、N901IC に次4番目に発売された。外部メモリーは三菱製で初めてミネスドメモリーカード対応になった。この機種より、 ホーマ発のスライド式を採用した。三菱電機も、スライドという部分を強くアピールしており、メーカーカタログのキャッチコピーには、それは、シャキーンと開く形態。スライド構造は、指で、押し上げ途中から、バネの力でスムーズに開く、アシストスライド式である。手の大きさ、指の長さに関係なくスライド操作できるメリットがある。後継端末の d 9 0 0 S から、 D903IF までは、本体側面にあるボタンで開く、ワンプッシュオープン式となった。以後、長らくフォーマー唯一のアシストスライド式端末であり、この復活を望む声も少なくなかったが、2007年夏、モデルの D904I が、D901I 以来のアシストスライド式を採用し、続く、D704I、D905I、D705I も採用した。 メインカメラには、スーパー CCD ハニカムを採用し、有効画素数、約200万画素で、約200万画素相当の画像出力に対応。オートフォーカス対応である。テレビ電話用のサブカメラは、CMOS 約32万画素。この機種より、富士通との共同開発で、回シリーズに類似したメニューになる。iApple アアに関しては、電車で5、山手線内回り1周。 フリップル等がプリインストールされている。901i シリーズ共通の特徴として、着歌や、キモーションの最大再生容量を 300KB から 500KB に拡大。iMode メールの添付ファイルの最大容量も 100KB から 500KB に拡張。ツインスピーカー搭載。iApple アアの 3D グラフィックス機能強化。フラッシュからの端末情報取得。 外部からのコンテンツに対して問題要素を検出するセキュリティスキャン機能を搭載しているなど、i モードにまつわる機能が強化された。また、デジタルオーディオプレイヤー機能が正式対応になり、連続再生ができるようになった。予定されていた 800MHz 帯とのデュアルバンド機能はこの機種では見送られ、後継の901イスから搭載される。ありがとうございます。